カールスクルーナは、ブレイキンゲ地方にあるスウェーデンの都市である。行政区分としては、ブレイキンゲ県カールスクルーナ市に属し、同県の県庁所在地であると同時に、同市の中心地である。スウェーデン海軍の軍事基地と海港がある。カールスクルーナ市は、ブレイキンゲ県の最東部に位置し、東側と南側をバルト海に囲まれている。2007年6月30日現在、 カールスクルーナ市の人口は62,093人で県内最多。ブレーキンゲ地方は1658年にスコーネ地方と共にスウェーデン領となった。1680年にスウェーデン王ーカール11世によって計画的に都市が建設され、3年後の1683年にブレーキンゲ県が施行されるとその県ととなった。 フレデリック教会生産未一体教会、カールスクルーナの建築物は、17世紀から18世紀、初頭に建設され、現存している。フレデリック教会は、ニカディームス鉄ン・ザ・ヤンガーによって設計された。彼は、ヨーロッパの建築の影響を受けた建築家である。教会の基礎は1720年に建設が始まり、1744年に落成式が挙行された。 フレデリック教会の建築様式は従来のスウェーデンの建築とは大きく異なり壁は黄色に塗られ装飾品で飾られている。また生産味一体教会はカールスクルーナにおける海軍のための教会である。赤で塗られたこの教会は1685年に建設された。カールスクルーナの軍港は町の建設と同時に始まった。1679年 スウェーデン海軍はスコーネ戦争で大きな損害を受けていたからである。海軍の再建はカールスクルーナから始まり、1711年、カールスクルーナの造船所には1100人が働き、スウェーデンで最大の産業集産地となっていた。1750年にはカールスクルーナの人口は1万人に到達していた。この人口は当時のスウェーデンでは最大級であった。 カールスクルーナの軍港にある最古のドックは断崖を切り開いて開設されたものであるが、現在でも使用されている。1981年、冷戦期にウィスキー・オン・ザ・ロックの事件の舞台となった。カールスクルーナ港の前面は多数の軍島があり、自然の要塞を成している。スウェーデン本土に架か,かる橋は一本のみで、それぞれ軍島とはフェリーで結ばれている。 カールスクルーナの軍港は1998年にユネスコの世界遺産に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。